子どもたちに伝統的な食文化に親しんでもらおうと、特産の鯉を使ったメニューが学校給食に登場しました。郡山市は生産量が全国一位の鯉のメニューを小中学校の給食で提供しています。すね、今年度は市のフロンティア大使を務めるシェフの鈴木正夫さんが中心になって、三種類のメニューを考案しました。 この日登場したのはスパイシー衣揚げ子供でも食べやすいように十四種類のスパイスを使っています子供たちはそのまま食べたりパンに挟んだりして味わっていましたなんか全然いきます何個でも食べれるような感じです硬いっていうイメージがあったんですけど柔らかくてタルタルソースとの相性が良かったです コイの学校給食はあと2回予定されていてコイの香味ソースがけとさつま揚げが提供されますクラウドサービスを活用する事業者を表彰する全国中小企業クラウド実践対象の郡山大会が開かれましたインターネット上でデータを管理するクラウドサービスには 簡単に導入できるなどのメリットがあり郡山大会では東日本地区の8社が発表を行いましたこのうち物流サービスを提供する本宮市の有限会社ゼストの佐藤大輔社長は勤怠管理や経理業務にクラウドサービスを導入したことで働き方改革や業務の効率化が実現したことを発表しました 自分の仕事って抱え込んでたものが、まあ、クラウド化することによって誰でもできるようになるといつ休んでも誰でもできるっていうふうになったのでそういう意味ではその働き方改革にもすごくこう即しててちょうどいいのかなというふうに思いました郡山市はテレワーク環境の整備などでクラウドサービスを導入する企業に補助金を交付しています今年度の 丸ごと農業体験の参加者が種まきから始めた人参の収穫作業を行いましたまるごと農業体験は農作物の生産から加工までの体験を通して農業への理解を深めるとともに家庭でも取り組めるよう基礎知識を学ぶことができます <laughs> この日収穫されたのは8月に種をまいて

収穫したニンジンで福島の郷土料理いかニンジンを作りふるさとの味を楽しみます。